ハングリーというと夏場暑い時には数週間35度ほどの気温に上がってしまいます。でもこちら残念ながらエアコンはついてですね、おります。さて今度は進行方向を開いて、再び、工業大学が見えてまいりました。まあ、ハンガリー人というと、今年もまたハンガリー系というのが正しい言い方なんですが、ハンガリーに住んでおりませんので、2人の方がノーベル賞をもらっておりまして、今ハンガリー系、ハンガリー人でノーベル賞をもらっている方は18人になりますでしょうか。まあ、今年1人もらった方、有名な人はそうです、このコロナワクチンで有名な、カリコ・カタリンさんですね。共産党時代にアメリカに投資しております。またハンガリー人というと発明家結構出ておりまして、例えばこの六面体の色を合わせますルービックキューブですね、エルモールービック、彼ハンガリー人です。共産党時代彼が一番お金持ちだったということで、まずですねこのルービックキューブを西側に火をつけるマッチですね、ミリニーヤーマシン、セッペリン型の飛行船、シュワルツダウンとヘリコプター、アシュトとオスカル、そして感動式電気機関車、感動カルク。感動式電気機関車は何かというと、要は交流式電気機関車ですね。まあ、彼が発明しなければ、今の M700 系とかですね、E の固形の新幹線は走っていないのではないかと思います。当然彼がですね、この交流式電気機関車を発明しなくても、その後誰かが発明したんではないかと思います。あとですね、発明家というと、車のタブレーター、ジョン・カー・ヤーマシ、レーザー天文観測、バイ・ゾルタ、そして日本とはちょっと関係が良くないんですが、日本にも上演されるんでしょうか、いやそのままされないんでしょうか、オッペンハイマーという映画ですね、ございます。私も、うちのハンドルで見ました。日本人としてはですね、やっぱり人不愉快なシーンなんかもございましたが、そのオッペンハイマーの中にも出てまいります。コンピューターの生みの父を含めた本番にもですね、その辺の話をお伝えするようになりましたが、この原子爆弾を開発していました、マンハッタン計画、これもオッペンハイマーの映画の中に出てまいりますが、その原子爆弾を開発していましたマンハッタン計画の中に4人のユダヤ系ハンガリー人がおりました。4人のユダヤ系ハンガリー人ですね。そのうちの1人がこのシラウド・レオ、シラウド・レオですね。彼は原子爆弾、完成した時には対ドイツ戦終わっていた、対日戦に使うというのは、対日本戦に使うというのは、学者の仲間の学者に声をかけて反対の署名運動を行い、反対の書簡をトルーマン大統領に送ったということです。ただその反対の書簡ですね、この当時の内務大臣が握り尽くしてしまいまして、その後広島長崎で使われてしまった。このオッペンハイマーという映画の中でもこのシラウド・レオが反対運動をしているというですね、そういうこの話は出てですねおりました。そしてエドワード・テイラー、テレール・エデという人が水素爆弾を開発しておりまして、原子水素ともにユダヤ系ハンガリー人しております。まあ、このオッペンハイマーという映画の中でシラウド・レオですね、エドワード・テイラー、名前が出ておりましたが、もしコンピューターの生みの地と言われましたコン・ノイマン、ノイマン・ヤーマシですね、ブダペスト、これ18歳まで住んでおりましたが、彼は映画の中では名前としてですね出ておりませんでしたが、まあ、そのマンハッタン計画の中には全国4人のユダヤ系ハンガリー人がおりました。さてそれ以外に発明家というとですね、あと発見というと、ハングリーの特産のパプリカからビタミン C を発見いたしましたセントジョルジー・アルベット、彼ノーベル賞をもらっております。あとあれですね、私がガイドの研修学校に行っている時にクラスメートでいた、そのクラスメートのおじいさんになるわけなんですが、このアーボル・エーネシ、彼は何かというとホログラムですね、光を利用して立体系に目を表します。このグラムを彼がですね、発明したということで、彼も確かノーベル賞をですね、もらっております。さて、前方を開いて、温泉で有名なゲレルトホテル温泉ですね、見ております。今の
閉鎖しております。いずれ修復されるのではないかと思いますが、これからお話しいたしますことは一切ですね、ハンガリー国内では、お話しされないようにお願いいたします。飛行機に乗っていただいた後、このハンガリーをですね、このハンガリーの航空機の、要は領土をですね、取り立てたのに、お話しいただきたいと思いますが、ハンガリーという機関の非独裁政権国家ということで、首相が思うがままに国を動かしております。そしてこのお嬢さんですね、お嬢さんと向こう娘には、この国の方から、無利息無担保で、資金がいっぱい出て、そして、返済、必要のないこの資金なども国からいっぱい援助が出ておりまして、いろんなですね、この観光名所、また有料企業を開発されております。そして今左手の方に見えておりますゲレルコがですね、彼らが手に落ちてしまっております。街の中でもですね、この買収された関係の方がございます。当然この買収された際でしょうか、買収のこの話になった際ですね、お名前です言ってくださいよ、ぜひこちら行ってくださいよなんて言い方しません。お嬢さんね、お嬢さんですね、売ってくれますよね、売ってくれますよね、なんてですね、言い方をしているというか、ここだけの話にしておきたいかと思いますが、そのようなことが判断で起きてですね、おります。さて、再び緑の中橋にくぐってまいりたいかと思います。そして、温泉というとですね、左手ルートホテル温泉、この温泉の源泉はどこから来ているかというと、少々ですね、この2階の方はご覧にならずかと思いますが、進行方向を左手、この十字ラインの角度でしょうか、他のふもとにルダシという温泉が見えてきておりますが、そちらから温泉の湯をこのメレートまで運んでおります。英雄フロアでお話しいたしましたが、このベスト地区は、70度以上という左手、ルダシは50度以上という形でして、10月の神経痛に落ちたという予定になるということです。ご覧の施設内123の温泉がございます。源泉ですね、失礼いたしました、123の温泉がございます。じゃあちょっと124番目に乗ってみようかということで、とってももう見つからないということです。もし見つかっても、これは昔からの温泉のお湯の源泉からのお湯だということです。さて、今この緑の中橋をくぐってまいりまして、再び世界遺産の一角に戻ってまいりました。そうです、この緑の中橋からパリのエッフェル塔でおなじみのエッフェル社設計のナルギット橋の間が世界遺産となっております。ブダの王宮の丘及びドナー川沿い、そしてアンドラーシドということで、鉄器の方で前方後方を見ていただいて360度首はぐるっとは回りませんが、この地区、この景色が世界遺産に指定されております。さて、マルギット島、パリのエッフェル塔という話をいたしましたが、もう一つエッフェル社で有名なのが西駅ですね。西駅、このエッフェル塔のマルギット橋の延長線上に西駅がございますが、この西駅の一角に、そうです、ガイドブックに載っておりますが、なんと世界で最も美しいではなくなりました、世界で2番目に美しいマクドナルドがございます。以前は1番という話にしておりましたが、今はですね2番と話しております。と言いますのは、マドリッドの宝石商があったお店がマックに生まれ変わったということで、今そちらが1番、西駅は2番となっております。同じハンバーガーでも街角で食べるのと、この西駅で食べるのとこうも味が違うのかと由来は、大変素晴らしい内装とですねなっております。文化財指定の建物の中にファーストフードの店を作ってしまうというのはちょっと驚きなんですが、日本で想像していただきますと、そうですね、コーリーの中に吉野家を作ってしまうような素晴らしいマクドナルドがですね、ございます。さて、お客様、ではですね、ずーっと戻ってまいりまして、この後では、エリザベート橋、鎖橋を渡りまして、ではですね、桟橋の方へと戻りたいかと思います。私の声が入ったテープ、今ずっとテープを流しておりましたが、あと1分ほどで切れてしまいそうですので、ではこちらの方で終わりたいと思います。